これが、まあ、さっきのゲームの、まあ、進化系みたいな。モニターの劣化な気がわらわら。ちょっと待てよ。なんか、あ、大丈夫だ。延長失敗が出るな。これはドラム缶はないよな。障害物があるとすれば、でもちょっとスーパーオフロードとかになるけど、めっちゃ画面綺麗だしな。動画として取り込むと記憶より綺麗な感じになるんかな。そうね、これがね。いやでもか、スクロールした記憶はないんでしょ。何歳の時やったのこれ。プレイの記憶はめっちゃ、なんかこれぐらいだったら駄菓子屋にありそうだけど、うるさいな。これなんじゃないの。小学生の時だから。いや、小学生か。前ですね。なるほど。それだとこのゲームはないな。さすがに古すぎるね。1984年のゲームだからさ。20年前が小学生だとすると、1984年ぐらいに生まれてんじゃねえか、逆に。めっちゃ汚い筐体あるし。プラカバーめっちゃ汚い、そうね。でもさ、20年前で、以上前か。20年以上前か。何年前だろう。です30年ぐらい前か。カーレースが出てきましたな。はあ、いや、これはちょっと俺もやったことないな。このタイトルのゲーム、この頃からゲーセンには行ってるけど。ないんですか。このタイトルのゲームって障害物とか置かれてない。なんだ、ないよね。なんか F1 っぽい感じ。あとなんかガソリンスタンドも。20年前言うても90年だ。あ、なんか、今落ちてたね、なんか。なんか落ちてる、なんか落ちてる。依頼が進んでる、そう。これは何、障害物なのかな今。あ、なんかいろいろ落ちてるね。燃えてる車とか。結構多いよ。あ、ある。なんかドラム缶置いてあるよ。あれこれじゃねこれじゃね止めよっか。あれ、なくなっちゃった。上、なんだこれ。所長さん、例の民宿のやつ解決しましたか。民宿は解決してないですね。救急車まで来て、ほら。おい、どう、ドラム缶置いてあるよ。もっとでかくする？ピットアンドランぐらいしか見当たらないですね。怪しいのはこれぐらいだよね、もうね。どうですか、この感じ。安全性という言葉が存在しないレース。なおドラム缶に当たり判定はない。ね、何なんだろうね。何なんだろう。全画面は記憶違いかな？対等か。これ怪しいんじゃないかしら。画面が一部変になった。最初は1画面のステージなのかなとか、すごいな、これ。民宿の方はギブアップです。そう、民宿はちょっともう、多分、正解コースもあるのかな。例として上がった中に正解はあると思う。すごいな、これ。1画面固定はなんだろうな。でも、記憶違いだけで済むもんなのかな。ドライバーが飛び出たのを記憶してる。なんでこれさ、ドラム缶に当たり判定ないの？普通はあるだろう、これ。なんかそういう、これはなんかそういう、無敵モードみたいなこと？めっちゃ早いぜ。こんだけスクロールするとさ、画面固定と間違えねえよな、さすがにな。むずいね。ロックオン。ドラム缶。ヘッドオン。ドラム缶とかねえもんな、ヘッドオンはな。あのね、これより古いとこうなっちゃうんだよね。敵は一体いて、粒を集めるゲーム。ハットプス、わらわらよ。あるの？お、出てきたか。スープ、ハフズパ、6部どこ。うわぁ、懐かしすぎる。これでもどこのゲーセンにもあったよな。さあ。多分違うけど古いレースゲーム。多分違う。ドラッグレース。あー、そういうことか。カーブとかないのかな？04チャンプ的な？ 04 チャンプ？メスター仕事行ったかな？まあ画面は、画面とかまあ違うな。古いレースゲームってことだよな。だから古い、あれより古くなっちゃうとこうなっちゃうんだよね。だからちょっとやっぱ違うのかなって思うとこあるな。
何かと何かがすごく勘違いしている可能性。条件としてはやっぱさっきの、さっきのピット&ランが一番近いし、ただドライバーの演出まであるとなると、そう、すごくは古くはないですね。そう、あのね、あんなね、ドライバーがポーンって出てくるようなゲームは他にないよ、なかなか。なんかすごい音だな、ブザーが鳴ってるみたいな。だからやっぱりこれが怪しいですね、一番ね。これは唯一ちゃんと人がポロポロポローンって出てくる。出てき方とかっていうのは近いんですか？スクロールすることだけ。ドライバーがバラバラになる。ビリーさん的にはどうなの？これはスクロールさえしなければもうほとんどこれなの？それとも、なんか人の出てき方とかもやっぱ違う気がするの？スクロールする部分がなんかちょっとやっぱこれ違うのかなみたいな。スクロールしちゃってることで、ちょっともう完全にこれではないと決めつけているのか。スクロール要素以外はほぼ合致します。じゃあこれだな。どうも初見です。はい。タイトルにつられて、はい、いらっしゃい。今探してる真っ最中です。これじゃない？ただちょっと古いな、これは。これやったことないな、さすがに。見たことすらないな、俺の生活圏内で。もうこれでいいんじゃないですかね。本人が言うならいいけどさ、スクロールしない面ってないの？これ、この面しかないの？これって、このステージがどんどん難しくなる。あ、ちょっと、あ、水が増えたりとかちょっと変わってるな。若干レイアウトが変わる。パックマンみたいな感じかと思ったらそうでもない。なんか部屋寒いん。コース選べる感じではないね。そっか、ずっとこれ固定らしいんだけど。スクロールする記憶が間違ったから、ドラム缶に当たり判定がなかったりするのは何なんだろうね。そういう難易度調整って、このドラム缶はなんで素通りするの、これ。絶対これおかしいよね。本当は多分、だから本当はあれぶつかるんだろうな。そうじゃなかったら意味ねえし。曲がそこしかないって何なの？チューン。ただ、何分小学生なんでワンしかプレイしてなくて、タイムアップでゲームオーバーになった記憶が。なるほどね。枠3時間超えしてる。いや、今日は予約枠です。もないみたいだしな。何がなんだって？減ず、え？増減もないみたいです。あー、なんかちょっとチート的な感じなの。ちょっと他の動画を見つけてきたけど。一緒なのかな？あ、ちょっと違う？ガソリンはいつ減るんだろうね。URL 省略。はい。なんかまさか？あ、さっ、あ、やっぱ、あれ？海外のスーパースプリント。はあ。え？スーパースプリントは海外だよ、全部。キャッチー感。ああ、そういうことか。あれ、違うじゃん、なんか。ガソリン減ってるね。時間切れというか、時間なのか、あれ。ラップ60ってなんだろう。あ、いやー、これ敵も本当は触っちゃいけないんじゃんか、これ。なんだよ、これ。これじゃない？これじゃない？ビリーさんが探してんのは。人の記憶っていうのはそんなもんだよ。いや、俺も正直納得できてないけどな、あのローラースケートのゲームはな。あんなゲームじゃないと、もっと完成度の高いゲームだった記憶がある。もうちょっと自分と、ちょっと語り合ってください、じゃあこれ。一応もう一個ね、これ。もう一個じゃない、もう一個動画あるから。今見てるやつがこれ。あれ？違う動画の音じゃねえか、これ。なんだよ。それとなんかもっとチャチー画質のゲームがあるということで。思い出補正とか、思い出補正と記憶の改変はよくあること。懐かしい筐体。うわ、古いな。ここまで古い？人がこれ飛び出るんだろうか。白黒じゃね、これ。ベクタースキャンとかでもね。涙が出そうになるほど懐かしい。マジで懐かしいんだ。俺の身近な。場所にはなかったな、これは。昔は白黒だったよな。白黒だったね。白黒にセロファン貼ってあって、
カラーになってるインベーダーとか普通にあったし、ドあンとはキーフィコルングムがと白サ黒ンだっライたズと思う、が俺。あったので、白黒のモニそういターうのやつ筐が体マにイなぜクかドスンキーサコーンブグが入っされててて、た気が、っていうなんゲーかセン、そドんンなキーコングジュニアだゲーわ。ムウォッチにでもありそうだ。こんばんは、うん。懐かしいですね。懐かインしいベーのダーかが出な？るなんか前俺にはもうカー古ネすーぎションあって、たしな。俺は当時やってないからわかんない、これは。ピンボールの業枯れ界さ懐た。かしいな。うん。まあた随だ、分記憶が曖昧なんで、さっきいのろよいりろ古く回なる収とされこうてなっるんでちゃしうんょうだよね。ね。ピットアンドランデファで。アリシャス。はい。ピタノランでいいんだっけ？ Before the night trap of the さ、ピッ snow トアンドラン。came。 もう6時じゃ多ねえ分ピか。ッタアンドランついにでパいいソかコンな、のじゃあ。前に居座っちゃったぜ。何に居座っちゃったの？ Standing in the middle。 結構長く最初の方からいる人いるもんな。ピッタアンドラン。86、わらわら様ピッ子どタアンこドにランはみたい爆だな。破。こじゃあ、ピッ V タアンドラン消防の装かな？パンチ78。やべえ、マジで涙が出そう、わら。あ。消防、あれ？消防像。あ、どうした？ じゃあ、ビリーさん。え、嘘？絶発さん。思い出の光景見つけた。わら。思い出の光景？ちょっと消していくよ。さっきのちょっとアーサーアムジェムちょっと気になるけど。スプリント？違う。何これ？人出てこないっぽいけど。ストッカー。ん？画面、固定画面か？まさか？一年前のゲーム、さらに、さっきの一年前。とか、なんか動画が再生されないんだけど。みんなが同時に見てる説。あ、来た。画面切りまた替こえ。の人か。画面切り替え、ああ、はいはいはい、スクロールじゃなくてね。固定じゃなくて、なんか、ゼルダ式だ。なんか、コナミの、ファミコン時代のコナミみたいな。あ、さっき見たね、これ。さっき俺がなんか適当にこう右下の方にあったやつ見た。いいね。いいね、これ。なんだろう、これ。何がしたいの、これ。ああ。キャノンボール的なこと？面白そうじゃん、なんかすごい。よくよし。なんか、クニオくんの大運動会みたい初めて見るな。いいグラフィックな。これ、これだ。初めて見るとか、さっき動画で見たけどさ。おい、パトカーが来た。大胆なショートカット、ね、笑しかもちゃんと轍というかさ、タイヤの跡がつくんだ。洋芸ってそういうとこなんだよね。やっぱリアルをできる限り、可能な限り再現していきたいっていう。で、技術がないかったり、リアルばっか追求しようとしてもっさりして、そこは通らないのかよ。そこは突き抜けていかねえのかよ。あ、面白そう。道路から外れて走る車はリアルじゃないわら。いや、でもなんかちゃんとタイヤのさ、跡がついたりとかさ。しかもバイクとかいるぜ。なんか GT、初代 GTA みたいな。そこは通るんだ。ずっと遊び続けちゃいそう。ガソリンスタンド突き抜けたぞ、おい。何してんだ、これ。いこれやー、面白そうだな。日本の場合はゲームはゲームうん、ではやっぱデフォルメね。するのが日本の文化だけど、人が向こうはデいるフォルメするこわとじゃなくて、らわら。人は剣で切られたら血が出ますみたいな、内臓も出ますみたいな、そういうところもちゃんと 日本はそこはちょっよとくよもうくちょっラとン見ドをたく避ないけみたていでたであカッるトしちわゃったりするけど。検問わら。黄色い、赤、そう、多分赤くて黄色いラインが入ってる。これじゃね？これが時期じゃない。多分。よし。自分はマジもいないし。わこっつ。なんか俺眠くなってきたなぁ。コロコロさんいらっしゃい。いやぁ、3時間、あれは3時間から先が短いの。短いとか早いの。ちゃんとなんかスリップコーンとか作んだの。え、はて、なんて、これ何してんの、これ。あー、ここに、この字があるとこに行って、ここはなんか、何なんだろう。ショートカットなのかな、下手する。さっきの民宿の除外の中に五右衛門ありましたか？ありました。五右衛門はですね、とかこうね、民宿。これどういうことなんだろう。なぜパトカー的なものが当選棒。あれはパトカーがだから止めてるんでしょ、多分。でしたか。うん、出てますね。虎への道、ソンソン、サイコソルジャー、チェルノブ、歌舞伎 Z、ミスター五右衛門、天長クラブ。まあ、でも近いゲームは中華大戦がちょっと雰囲気近くて、ファミコンの鬼太郎が若干なんか雰囲気に似てるみたいな。そういう感じらしいです。
何なんだろうこの、これいつの、あ、84年か。やっぱいいな、なんか中華大戦ってことは、はい、水墨画風ってことか。いや、なんか中国的な雰囲気とかいうのがやっぱり印象としては近い。依頼連投はなしですか？依頼連投しますか？音楽いいな。どれぐらいまた古いの、こんだけ古い、こんなに古いゲーセンですかね。行こっか。じゃあ今依頼待ちないし、依頼がある方はぜひ小手判をつけて依頼がありますと言ってください。そうすれば順番待ちというところに入れていくんで、あの依頼がなければ家庭用で、家庭用で古い、これより古いとなるとファミコン以前じゃねえか。さあ消防堂の出番か。俺はちょっとファミコン以前になるとほとんどまだしっとりしてる頃だからわかんないなまあやってたけどね。ファミコン以前というとカシオとかだな。カシオ、まあな、エポック社とか。ファミコンじゃないんで機種がわからないんですが。あー、なるほど、やるか、やっちまうか。ぴったり当てたいんでね。うん、よし行こうか。じゃあ作りの予作とかか。カセットビジョンより古いんじゃないか。さらにもっと古い、あのアルカディアとかあっちレベルじゃないの。ピュータ、ピュータ。カタカナで書くとなんか偽物っぽい。パックマンみたいなステージ固定型アクション。ああ、まあありがちだね。騎士を探していきたいね。他に何のゲームがあったかとか。はい、それはストニです。固定型。いや、パックマンは、パックマンはな、パクパクモンスターかな。ちょ、見てみようか。主人公はパックマンがパンチンググローブ持ったやつ。お、あー出た。ちょっと待て、俺それすげー探してるやつじゃない。俺がなんてやつだっけ。パンチアウト。パンチアウト NG 入れようか。うるさいやつ、全然関係ないこと言ってるやつ。ドットイートとか画面コって、それすげー知ってんな俺。パックマンみたいな、パックマンがパン、まあ、グローブはめたようなやつってことだよね。それさ、なんか敵が超でかくなったり、こっちが超でかくなったりする。全4面ループだった気が。待て。ドットイートなの？なんか俺の記憶では、俺の記憶はあんまよくわからん。ちょっとなんかすごい寒いんだけど。よいしょ。そんなわけない。おかしい。寒いわけない。23度もある。ちょっとやばい、眠いだけかもしんね。よいしょ。眠いとか腹減ってるだけかもしんね。俺のこの解決したゲームってどこだっけ。え、あ、そう。なんかちょっと違うな。ゲーセンじゃないんだもんね。ゲーセン、あれは絶対家庭用移植ねえな。トントンボール、ハットプス。横から見た感じじゃない。 V アムフス青いブグ、はい、壁まで吹き飛ばし、さらにとどめに殴るとやっと倒せる。はあ、パンチボーイ。曲が危ない、曲が危ない。面白いフィーチャーだ。あ、これか、これだ、パンチボーイ。これスーパーカセットビジョンか。どこだっけ。これだ。はい。うーわ、怖っ。パチパチパチあれこれ、これ何機種。あ、スーパーカセットビジョンだわ。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、スーパーカセット、ファミコン以前じゃねえじゃねえかよ。ファミコン発売以降じゃねえかよ。おい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 。スパカセや。スーパーカセットビジョンはファミコン以降です。スーパーカセットビジョン。うん。ちょっとうるさいな。うるさい。機種不明だよね。カッコ、わこ懐かしい。記憶の誤差あるよな。ナムコ、ドットイートと見せかけて敵全滅タイプ。コメント1994コメさん。小手判つけます？名前が残りますけども。いやー、あ、なんかこっちに出ちゃった。あー、なになに、どうしたどうした。懐かしいな。
記憶があやふや。なんかいろんなゲームパクってんな。何にせよありがとうございます。はい、小手なしでいいです。小手なしでいい。あ、オッケーオッケー。ジグザグっぽい。わら、ダメだダメだ。 URL はクリックすると開いちゃうの。これうんー、敵の攻撃が、そう、なんかジグザグっぽいよね。ファイガーとかみたいな曲がうぜえんだけどマジでうるせえ。ちょっと待って、これ3面か4面になると、まあなんかすごいな。これスーパーカセットビジョンってさ、なんかうわーすごい、ペンゴみたいだね。なんかね、ペンゴも混ざってるし、ディグダグも混ざってるし、トテテテッテレレ、トテテテッテレレ、うるさいね曲。窓から覗く敵をジャンプしてどついた覚えがマッピーっぽい音楽が聞こえたそうだから、マッピーっぽい曲もあるし。なんどこ行った、4面まだ一人も倒せてないよ。3面でステージごとに敵の倒し方が違うと、3段目の主人公が主人公になってる。うん、ああはい、俺じゃないんでこれは主人公コピペしただけなんでね。ででありがとうございます。あ、はあパンチボーイってパッケージどんなんだろう、持ってっかもしんないな。すげえ。スーパーカセットビジョン、パッケージまで載ってるね。あー、持ってるかもしんない。美味しいとこ取りだな。スーパーカセットビジョンだからファミコンより最近ですよ。最近さあ、ファミコンよりは、ファミコン以前のゲーム機ではないです。うん、ファミコンが出てからファミコン買ってもらえなくて、っていうか、なんか一発逆転を目指してなんかこう買う子供が多かった印象。あれ、スーパーカセットビジョンってファミコン以前じゃないよ、ね、あの時代にこの画面見たら感動するかも。ファミコン、あー待て待て待て、ファミコン、こんばんは、依頼してもいいですか。はい、あ、ファミコンの1年後ぐらいだね。買ってもらった人も、うん、あら、小手半だけつけてください。いや、取ってくれたらなお嬉しいです。この曲はずっと変わらないね、曲っていうかこいつどんな顔してんだよ、もうなんか怖いわ。敵より顔がないわ。なんかちょっといろんな、ほんとなんか夏の魅力みたいなの混ざってるし、なんかいろんなもん混ぜてるよね。なんだこの黒い土の子みたいな、怖い。お願いします、コグ。コグさん、はい、ありがとうございます。よし、これを答えた人は小手半の7、ね、ファミコンがどんだけ超性能だったか思い知るね。ステージ開始時のいい感じの、ファミコンがどんだけ超性能、そうなんです。あれがよ、ファミコンは正直とんでもない、とんでもないからね。これ除外はなしだなちょっとさ、この枠までにしようかな、どうしようかな、なんか結構悩み中です。この依頼が最後でもいいけど、若干疲れちゃった。スムーズなスクロールがすでにすごかったそうだな。ファミコンは正直、当時の、当時、いいんじゃないでしょうか。え？いいんじゃないで、ありがとうございます。じゃあ、ホグさんね。よろしくお願いします。いや、もうわかんない。聞いてねえわ。パソコンだったらちょっとむず、難しいけど。大丈夫かな？うわ、なんかいろんなゲームの要素入れてきてんな。まあ、悪いことじゃねえけどな。うわ、なにこれ。え？ 10 年程度戦えるゲーム機ってすごいよな。機種はアーケードです。うん、いや、でも10年って言ったらプレステも10年ぐらい戦って、ちょっと言い過ぎた。ごめん。いや、ファミコンも最後あった。10年って言ったって最後戦ってなかったし。ああ、ゲーセンだ。はい。ゲーセン。これ2000、なんだろうこれ。レインボーアイランド。本当にあるゲームなの。ゲーセン多いな。予測せえで。飯テロやめ。飯テロ。唐揚げ食いたい。いやー。ああ。まさかここから2時間瞑想するとは誰も予想しなかったのである。マジか。ベルトスクロールアクションで。ああ、はいはいはい。パポイ感じでした。アイレムかな。スペイン語。ナイツオブザラウンド。か。カプコンかアイレムどっちかだ。ナイツオブラウンド、メタスラ WX はありますよ。あるの？ゴールデンアックス、キンドラ、メタスラ7日、もうちょっと特徴聞こうか。C&D。中性っぽい感じ。
D&D ではないのかな、さすがに D&D 2000年前後だったと思います。プレイしたのがね、ありがとうございます。黄金の城、違うわ、ベルスクじゃないし、ね、メタスラ1の2面え結構最近だな。トリオザパンチ結構最近プレイしてるんだ、ね、キャラクターは何人から選択できます。キャラ選択何複数から選択なのか、1人か2人。クリスタル・オブ・キングス、なんかさもうさ、どこにあるかな、どこにあるかな、あるかな、マイリストの中にあるかな、ないここじゃない。キャラはナイトっぽい男キャラしか覚えてないです。覚えてない、何キャラかいる感じなのかな、ちょっと待ってね。カダッシュ、カダッシュ URL 省略。ああいやいや、ベルスクだよ。クリスタルオブキングス、はい、クリア仕様のミスクリア13。俺が言ってるアイレムのやつ出てくるのなんだっけ、あれかな、延長しました。はーい、あら、アズマンガ、アズマンガ2000年だからこれで持ってきたの、でかいキャラかな、結構新しいゲームなのかな。これですか、ドラゴンズ、多分そこら辺じゃないと思う。2000年でベルスクって、ドリキャスで出たりとかして、ドリキャスでナオミ基盤とかさ、知らねえな、これですかまさかこれですか、これかも、もうちょっとよく見て、じゃあこれかも、2000年頃は微妙に復活した時期だった気が、へえ、再認識じゃないけど、多分2000年頃に新しいゲームだと思うんだよね。あー確かにそういう時期あったねあのあれとかだよね、戦国伝承2001とかさ2001だっけ、あれ D&D のそういうことだよな、パクリゲー、 D&D がもうすでにパクリゲーだよ、それ。綺麗じゃないなんで D&D 市場主義なんだ、バカにしてんのかお前。D&D が全てか、あーちょ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 、知らないけど面白そう、トンピアーズ会面白そう、笑、あと台湾だったか香港メーカーが出してたっていうか、なんかあんまり出来良くなそうだな、懐かしいレンダリング感だな、ねえ、なんかあんまあれだよね、あーなんかスーパーパンのさ途中なんか CG 内とか出たじゃん、あの感じだよね。あーちょっとダメ、ごめん、パクリっていうか別に D&D がベルスクの始祖でもなんでもねえからね、そう確かに、てかモーションが若干少ねえな、 3D にして潰してるこの感じ良いな、うん、っていうかなんかちょっと日本のゲームじゃないのかな、これ。あ、のど飴舐めます。多分その元ネタはゴールデンアックスなんじゃないのかなそんな話でいいの、今日はそこら辺の話をしていく、これで合ってるんですかね、韓国とかそっちの方っぽいよね。D&D だったら像が突進して崖から落ちてプレイモアとか書いてあった、あ、これキャラが漂う昔の妖芸感、動画の説明見た、見て確信しました、へえ。これだって結構パロディネタ多いからね、2001年、パチパチパチ、へパチパチパチ、初期のセイントみたいな格好だな、クリスタルオブキングス、クリスタル、はい、888パチパチパチ、正解だって、プレイモアかよ、パチ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 、888プレッツァか、8プレッツァってどこ、何のメーカー、2000年以降ってほぼ海外メーカーしか出してないような、ねえ、なんか日本は結局そういうのって、それではパロディ多いからな、海外の方が結局なんかさ、ネオジオを高く評価してたりとか、そんなばっかり、これナオミなのかな、ボーザードに少し似てるけど、嘘本、これ隠されたら買うな善悪行動が存在するんだSNKK、 なんでウォーザードでナオミなの、村人を倒すと強くなった気が、え、いいの倒して、これは2000年か、はい、クリスタザ・クリスタル・オブ・キングス、なんか
これを答えた方どの人だ。違う。都会かな。格ゲーブームで1プレイ長いのはアップとされてた時期だから。ゲームの方がリーチ長くね。クリスタルキング。北斗の拳かな。あ、オレンジなんだ。北斗の拳歌い出しそうな名前。そうそうなんだよ。はい。じゃあオレンジさんかな。SNK だったら基盤アドニスウェブなんじゃない。この頃ベルク国は待ってたんですね。ナオミはあまり関係がないけど。なるほど。案外不運の時期に時代にベルスクハマったの。そう、まあそうだな。ていうか結局イカダ関係ないんかい。ネオジオムブスの後継として開発したクリスタルシステムという基盤で開発されたですって、うん、あ、そうなんだ。アドニスウェーブ入らなかったな。マジでネオジオ64はどこ行ったんだ。じゃあネオジオ2みたいなことこれ。なんかあんまり 3D に強くなさそうなの、まだ。浅瀬なんだよね。一応、イカダを移動用に使ってましたし、古江声、ネオジを見切ったのが2003年頃だったっけ。あ、そう。レイジオブザドラゴンズ。ハイパーネオジオの悪口はそれまでだ。ハイパーネオジオ持ってるからな。悪口も何も。俺は所有者だぞ、そんな言ったら。バカにはしない。春にプレステ4で出る三国戦をサムが楽しみですわ。三国戦記って何？ベルスク？あれかい？ IGS？ ブリキワンやりたいよ。なんかさ、GO の効果音がすごいなんかフリー素材っぽいんだけど。デスクリが使ってそうな。あー、マジで？へぇ、プレステ4でさ、あれ出ないの？あれ。あれ、IGS のめっちゃ滑らかな格ゲー、スト3よりも滑らかなやつ、あれなんつんだっけ、あれ異形拳だっけ、なんだっけ、へへ、形異拳、あら IGS 新異拳、新異拳なんていう間違い方した俺。形異拳違う、いや新異拳です。見る新異拳見る。ごめんね、のど飴舐めてて。即死コンボかーい。普通のプレイ動画見てんだけど、まあいっか。ちょっと疲れちゃったな。今日は疲れた。依頼来てますよ。嘘でしょ。どこ？あ、ヘモさん。じゃあやるか。ちょっと音ちっちゃいっていうか、ちっちゃい以前の問題。画質悪いんだよな、新意見って。なんかな、動画の。いや、いいです、いいです、やりますよ。せっかく来ていただいたの。イブスって PC エンジンでシンドバッド出してた会社？ん？ IGS？ ああ、どうなんだろう、そことは、それは。うん、え？え？流行らなそう。これ古いからね、これ。とっくに流行らなかったという歴史がある。これの吸い拳の人でしたっけ。ほう。やたらぬるぬる動くの。へぇ、水拳の。あー、いや、まあ全キャラ結構動くけどな。ヘモさんが主人公が連発。うん、挙動はすごく魅力があるな。なんかカッポンっぽいんだけどね、絵的にはね。ひどいな、とか普通のこう、普通の動画がないんだよ。思うんだけど、なんでエグスハンじゃろ。即死コンボというか、うん、ハメじゃん。おはようございます。ハメっていうか、多分これハメ、ハメっつったらハメだけどな。親戚の家でちらっと見ただけなんだ。おい、やってないんかい。プレイしてない依頼は受けないようにしたいんですけど、だってわかる？情報がないとわからないよこれ。もこんな感じで欲しかった。カプコンっぽいな。カプコンっぽい、なんか、グラフィッカーはちょっと、機種とかわかるんだろうね。レイジオブドラゴンズとかもこんな感じで欲しかった？こんな感じでってとこも。感じにして欲しかったのか、感じ、こんな、どういうこと？いや、ヴァンパイア、そっか。そうね、なんかエフェクトとかはカプコンっぽいよね、基本的に。動くね。
面白いのかなこれ。覚えてる特徴が主人公がファイナルファンタジーのクロマシルベっぽいキャラで、おい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 、どうすんだこれ。ちょっと待って、どうする、これしか覚えてないの、騎士とかは。騎士はジャンル、ゲームのジャンルはセイブアーお手本みたいなドット。グラがファミコンよりもしょぼかった。グラはファミコンよりしょぼい。じゃあ、騎士は騎士。親戚に聞けばいいよ。どう調べても出てこないものを探す枠なんで。いやー、本体は本体。そのゲーム機は何なの。カプコンっぽいな。すいません。騎士は覚えてないです。ファミコンよりしょぼくて、黒騎士？黒魔導士？あ、黒魔導士か。黒魔導士っぽいのが出てくるアクションゲームっていうのがすげえ知ってんな、それ。そう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 。多分そうだよね。MSX だったらファミコンよりしょぼくてもあり得るね。なんかあったよな。なんかどっかで見たの見たよこれ、なんか探してる時に。クロマっぽいキャラ主人公だとは言ってないな。これじゃ、わら、何年頃に見たんですかね。お、おお、バッチリだな。お、すげえ、わらわら。ああ、これです。早いな、わら。わこつ、パチパチパチ。パチパチパチ、わら。パチパチパチ、パチパチパチ。ハチ、かなりの決め打ち。パチパチパチ。パチパチパチ。88、パチパチパチ。見つけるのはやいな、わらわら。888、パチパチパチ。わかるもんだな。所長の声が聞こえない。パチパチパチ。ごめん、ちょっと今。おめでとうございます。申し訳ない。所長はどこへ？はい、ただいま。初めて見た。これを言ってる2703個目さんは？小手半つける？これのこと言ってんだよね、多分ね。ウィズって。ウィザードリーのこと言うわけないもんな。どうしますか？それがなければ、ハラちゃん、タッチサハラちゃんです。リプレイですみませんでした。まあでも特徴が完璧だったな。魔法使いウィズ。ちょっと今晩飯の話が出てきたから。あ、これゲーセンもあんの？見たことないな。いやー、すごいな。敵消えてんだこれ。おう、銀河鉄道999の車掌が動き返っとる。そう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 。集合地すごい。開け始めでしたっけ？敵がウルトラマンの大ライバル。知らないな。なんか MSX の割にはすごいね、なんか。URL 省略。スクロール早いな。ハラちゃんが正解でいいかな。反応がなさすぎるんだけど。これ、ウィズ最初に言った人どうします？うん。あ、明けは対等でした、でしたっけの人。名前は？どうする？七死の剣霊で、わら。今でもプレイできる？本人から聞く。ゲームだけだけええやん。ゲームだけでええやん。どうした？ MSX 買おうとしてんの？敵が売れたのは、ちょっと待って。あ、ゲーセン版の URL 来たの、これ。あ、自分でしたか。そうです。譲るというか、名前コテハンつけていいんだったらつけますよ。しか思い浮かばない。これ何？これ、あ、これ豆なの。てか、もっとまともな動画ないの。これ当時面白かった。ちょっと待て、ちょっと待て。なんかすげえ思い出しそう。なんかすげえ、これ MSX 版できいいね。てか、これゲーセン版これなんかなんかすげえ俺のなんか記憶の扉が開きそう。いいかい？譲ります。じゃあ
ちょっと待って、あれ、ふもさんごめん、ふもさんごめんね、へもさん、ふもさんじゃなくて、ハラちゃんにしよう。じゃあタッチ差で、はい、ハラちゃん、ハラちゃんとじゃあ七七さんでね、七七ハラちゃん、はい。これさ、動画ないの、電話の発明みたいな笑何が、申し訳ない気分。いやいやいや、まあまあ、俺はごめん、見てなかったからさ。いやー、俺これなんか知って、なんだこのクソだろ。おかえり。あー、もうこんな時間なのか。ちょっとさ、あ、そういうことね、そういうことね。よし、ちょっと今日はゲーム探し枠、予約枠ではここら辺にしとこうかな。そろそろ晩飯時だし、ここまで。ね、何時間やった ?4 時間。4時間か。俺今日 6時間やるつもりだったけど、全然6時間、むしろ6時間フルではできない。時間的に、始めた時間的に。あと今日ちょっとね、ファミコンのゲームをクリアまで頑張ってやろうかなと思ってたんだけど。まあ。はい、ライザンバ。いや、だってこれ見る人が大変だ。オレンジさん寝かせらんないよ、そしたら。オレンジさんと消防ね。とりあえず寝るなっていう。そこに、そこの問題だ。うん。あと、依頼もありがとうございます。ちょっと依頼をじゃあ振り返る。ジンジャー、コメンドはい。小腹空いたな。小腹が空いた。お疲れ様です。とりあえず下からオツでした、スクロールしていきます。お疲れ、はい、なんで忍者かぶるんだよ。忍者かぶる忍者がかぶったんかい。オツでした。はぁ、コブラ、まあコブラね、コブラが何気にちょっとわけわかんなかったな。手を覆うような眼根だったって、特殊な形。依頼する、え、朝倉誰。あとはなんだ、ジェノサイドな。まあこれはちょっとバルケンみたいな感じっていう、この一言が全てを混乱させた。僕らのシューティングゲームあったな。そうそう、ゲーセンのやつね。あとはなんだ、もうこれ飛ばしていこう。あー、飛んじゃう、本当に飛んだ。仮面ライダー雪の朝倉の口癖がイライラするんだよ。そうですか、シャンゼリオンじゃねえかよ。オツでした。リーグマンね、主人公っぽいキャラが4人いて、色、このこれだけで答えたからね、リーグマン。もっと特徴あんだろって。姫でかいな。グレイランサー。グレイランサー早かったな。もう決め打ちだったもんね、ほとんど。まあでも決め打ちって言ってもメガドラで縦集、横集かって言ったらもうほとんどないもんね。そんなに数ないから。仕方ない。バーニングフォース。スペースハリアーみたいなシューティング。タオタイドーな。あのレース結局解決した？レースは解決ですよ。消防像で。あと民宿はちょっとわかんないな。あとスーパーアレストもなんか、すごい一瞬で解決したような感じだった。ジョアンドマック、パワーブレイザー。今日はだから瞬殺と、難攻か、結構バランスよくあったね。まあほとんど瞬殺の方が多かったけど。あとこれ消防正解、ピットアンドラン。まあ、これだろうなって。うん、洗脳っぽい感じだけど、どっちかっていうとちょっと記憶がかなり、いや、あのね、違うの。画面がスクロールすること以外は全部一致してんだって。だから、まあこれだろうって話になった。民宿以外は手こずってないですね。そうか、そうか。そっか。これがちょっとピット&ランが若干手こずったのと、あとジョー&マックがちょっといろいろ、島村ってあの島村みたいな話になったけど。ねえ、大体こうなるんだよな。こういう。解決しないやつはこういうすごい怨念めいてくる。コピー品多かっただろうし、あるんだろうけどね。ねえ、わかんないよね、でもね。もう調べようがない。そうね、今日はちょっと、タオ態度が若干揉めたけど。やっぱちょっと大佐さんはちょっと要注意人物だわ、これ。よし、そんなわけで、皆さんご協力ありがとうございました。ゲーム探し枠は、そうね。まあ、一周一だな。少なくとも週1です。今後ともご協力お願いします。はぁ、あ。あと依頼がある人は、ゲーム探し枠いつあるんですかとか聞いてください。そうすると、もしかしたら、週の真ん中あたりにゲーム探し枠が行われることがあります。いや、あれはだってもうなんか、発売して、プレイしたら、ね、プレイした人だったらわかると思うけど、
あれはちょっとひどかったからね。ちょっと。これチート使ってんの？そんなことねえか。ああ、チートなのこれ。体力減ってねえけど。よし、じゃあちょっと晩飯作ってくるわ。飯テロはありません。 ER カンフーわら、 ER カンフーの続編ですよ。すごいコンボ。これダメだよ、チートだよこれ。